留守かな。入られよ。臆したのならここで帰られるがよい。出合わせを願えるかな。この暗闇で。闇ならばこそ腕のほどがわかる。参るぞ。目で追うのではない。心乱れれば焦りが生じる。武徳を知らぬか。そう、闇の中で目に頼ってはならぬ。雑念を消し心の目で見るのじゃ。心の目。全神経を己の剣に集中させるのだ。動きが鈍いぞ。落ち着くのじゃ。心の目で見よ。神経を研ぎ澄ますのじゃ。気配を感じ取るのじゃ。
焦ってはならん。うん、さすがに筋がいい。目に頼らず相手の気配を感じ取る。これを長兄という。長兄。あなたは呼吸引きの。目が見えるんですか。やはり岩尾殿のご子息でしたか。親父を知ってるんですか。20年ほど前ですかな、岩尾殿がここを訪れたのは。親父が。岩尾殿は中国憲法に興味を持っておられた。私たちは意気投合し、互いに技を交換したものです。岩尾殿は達者ですかな。殺されました、私有門の乱帝という男に。殺された。乱帝に。なんということだ、あの岩尾殿が。少々と鳥の声に響か。君行くや、早雲落ちて涙流る。亡きお父上のために私にできることがあれば。修験達という人をご存知ですか。お父上の死と何か関係が。はい、修験達は今高天楼に囚われています。高天楼といえば高天界のアジト。侵入する方法はありますか。一つだけ方法が。この男は。高天界のスカウトマンです。スカウトマン。私有門に送り込むための優秀な憲法家を探している男です。彼にスカウトされれば高天楼に入れるはず。どうすれば。ストリートファイトで勝ち続ければ。おそらくストリートファイトで